江藤高美は、日本の政治家。一回は肖像くらい。君党は、君意党。自由民主党の衆議院議員として、建設大臣、運輸大臣、総務長長官を歴任した。高葉議員として知られ、その言動が物議を醸すこともあった。宮崎県日向市の大崎実の家に生まれる。世界恐慌の影響もあって家計は苦しく、小学5年生で出稼ぎに出され、 一日五十55戦の肉体労働をした。旧政府高実業学校を経て、1947年に旧政宮崎農林専門学校を卒業。1955年、宮崎県議会議員選挙に出馬し当選。3期務めた。1969年の第32回衆議院議員総選挙に立候補し、初当選。この選挙で初当選した。 衆議院議員は44年組と呼称された。1973年には中川一郎が主催する政卵会の結成に石原慎太郎らと共に参加した。1983年自民党国会対策委員長に就任した。1985年12月第2次中村で内閣の建設大臣として初入閣。百八十九年六月 宇野宗介内閣では自民党幹事長に昇格した橋本龍太郎の公認として幹事長代理となる。しかし、迎えた1989年の第15回参議院議員通常選挙では土井孝子が委員長を務める社会党マドンナ旋風、宇野宗介首相の女性問題、消費税、リクルート事件と逆風にさらされ、自民党は歴史的な大敗を喫す。 続く第一次甘内閣で運輸大臣に就任。1990年1月30日に新東京国際空港に気候時推進のため建設予定地を視察する。1990年の第39回衆議院議員総選挙に前年のマドンナ旋風の煽りを受けて現職運輸大臣ながら落選したが、1993年の 第40回衆議院議員総選挙で当選し、中央政界に復帰した。1995年8月、村山改造内閣で総務長長官に就任するが、同年11月、植民地時代に日本は悪いこともしたが、良いこともしたというオフレコ発言をめぐり批判を受け、長官を辞任した。1998年の自民党総裁選挙では、梶山清六を擁立。 同年11月3日、君一等局日大受賞受賞。1999年3月、亀井静からとともに、日本国民の精神文化再構築、慎みと品格ある、日本人本来の国民性の復活を標榜する、志卒会を旗揚げする。2000年日本における、皇帝駅では、統総合農政調査会最高顧問権、対策本部長として、 人頭指揮を取った。小泉純一郎内閣が道路交談民営化を主張した際には道路俗議員として強く反発。郵政民営化で猛烈に反発した亀井静香と共に民営化路線を推進する小泉純一郎政権下において抵抗勢力と位置づけられ、江藤自身も著書で小泉や竹中平蔵のことを欧米がぶれしたシラフの輩とこき下ろしている。なお、 抵抗勢力は流行語大賞にもノミネートされた。2003年の総選挙には出馬せず引退した。通算で当選10回。2007年11月22日、訪問先のベトナム、ホーチミン市内のホテルで就寝中の心臓発作で死去した。82歳ボーツ。高派として知られ、若手の頃から舞踏派で鳴らした。中曽根派では渡辺道を 宇野宗介藤波隆夫、山崎たかを、とともに幹部として発言力を持っていた。派閥は中曽根派、渡辺派を経て、村上、亀井派に所属。村上正国が自民党参議院議員会長に転出し、派閥会長を退いたため、亀井が会長として名前上がるも、旧渡辺派から入ってきたメンバーに、山中貞則中山正明のような頑固者の重鎮が、 多くとてもじゃないが手に負えないと思った江藤に会長を打診するもお金がないと一度断るも亀井がお金を出すことで江藤が1999年7月に第二大会長に就任同派は江藤亀井派となる引退後も心し卒会名誉会長として派閥会合に毎回出席していた1989年11月30日三立化 芝山連合空港反対同目圧他派から公開質問状を受けた江藤は運輸大臣として成田空港問題について地元への不十分な説明が問題の長期化が原因と答えて遺憾の意を表明する文書を郵送しその旨を12月4日に会見で発表した運輸大臣が公に成田空港問題について過去の誤りを認めたのはこれが初めてである 江藤は1990年1月30日に現地を訪問している。反対同盟厚田派の地元住民らは、江藤は絶対に土下座して謝ると思う。あいつはそれができる男だ。奴に先に土下座されちゃったら俺らは不利だと百姓の子であることを売り物にしていた江藤が土下座してくることを予測しており。 反対同盟のイメージを守るためのパフォーマンスとして反対派は地元の農家の老人が江藤に先んじて土下座することで示し合わせていた。しかし当日江藤はライトバンで乗り付け黒塗りの車で大臣が来ると思っていた反対派を慌てさせる。江藤の来訪に気づいた老人が手はず通り道路に飛び出して土下座しこれ以上農民を苦しめないでくれと訴えると江藤は 自らも膝を地面につき、老人の手を取りながら話しかけた。また、雨天の中反対派の丘を回り、宅を囲んで住民の話に耳を傾けるなど、舞踏話からの一面を見せた。公開質問上に直接答えるという形でこの日、横堀公民館で行われた反対派との会談は、激しいやりとりとなった。はじめにお断りしておきますが、私は、 百姓の生まれでありまして、頭のてっぺんから、つま先まで、百姓の血が流れております。そのことを誇りにも思ってきたし、貧乏をして育ちましたけれども、貧乏を一度も、恥と思ったことはありません。私を殴って気が済むならそれで結構。誠実に皆さんの気持ちに応えたいと切り出した江藤に、対し、何か一つでも、現地を取ろうとする反対派は必要な質問を続けた。 これを受けて、自分は、百姓の子であり、胸筋を開いて話し合えばわかると述べていた。江藤も、わしは命をかけて貴ちるんじゃと短歌を切り、地元農家が、大臣に腹切りってもらう部屋と台所に包丁を取りに行こうとする局面もあった。さらに、江藤が、成田空港の状況を説明しようとした際に、戦車を持って行ってぶっ潰すと反対派に脅しをかけていると受け取られる絶価も招き、 農民たちが激しく反発する一幕もあった。1時間半ほどの会談の中で、江藤は強制収容は念頭に置かず、誠心誠意やっていくと話した。表面上の議論は平行線をたどったが、現職の運輸大臣が反対派農民と顔を合わせて話をしたこと自体が、当時としては画期的なことであった。この日の会談に参加した。 青年行動隊を中心とする農民たちの中で、本音で語りかける江藤に対して悪い印象を持った者はいなかったという。江藤は後にこの時のことを一家のように振り返っている。現地について車から降りたらいきなり道路で土下座されたのでびっくりした。争いを収めようとするなら強い方が弱い方に頭を下げなければならない。こっちが先に頭を下げようと思っていたのに。 戦を制せられた俺はドン百姓の手だから、成田の農民の気持ちは痛いほど分かった。農民は純真で愚直なほど真面目。だが、まかり間違うと、てこでも動かなくなる。当時、そういう状態だった。部下にはよく、こう言っていた。死んでも土地を守るというのが、本当の農民。農民が売らないから、空港ができないというのは大きな誤りだと。私は、 空港問題をこじらせた責任はむしろ行政の方にあると思っていた。国はずっと対応を誤ってきた。空港を作ることには熱心だが、周辺住民に対する心配りが欠けていた。農民が過激派と手を結んだのもやむを得ない面があった。だから、住民に反省の意を込めて一度お詫びして改めて協力を求めることが大事だと思った。だが、 それは役人に任してやれることではない。政治家が命を懸けてやるべきこと。そこで大臣の私が自ら糸口を見つけるべきだと考えてあの階段を部下に設定させた。空港問題が片付くなら政治家としてはもう死んでも構わないと覚悟を決めて出かけた。朝日新聞成田支局ドラム缶が鳴りやんで元反対同盟事務局長。 石毛博道、成田を語る四ツ屋ラウンド、1998年、132から133ページ。この会談直後の第39回衆議院議員総選挙で、江藤は落選するが、運輸大臣を辞める直前の同年2月21日に、最後に運輸省の誠意を伝えたいとして、反対同盟小川派代表の小川義吉の自宅を訪問した。 玄関の上がりか町に腰掛けて2時間にわたり、小川を待ったが、小川は最後まで顔を出さず、奥の部屋に向かって、空港建設への協力を求める工場を述べた後、今朝は大変失礼しましたとしたためた名刺を置いて、引き上げた。なお、小川は1996年に、新東京国際空港港団への用地売却に応じ、反対闘争を終えている。また、 現役の運輸大臣が現地に赴いて反対派住民の集団と対話したのは江藤が初めてであり、現地訪問は結果として話し合いの機運を生んだことから、元厚田派事務局長は江藤のことを成田問題の最大の功労者と評価をしている。江藤が1993年に復活当選した時には空港周辺住民ら50人が当選祝いの会を開き、 君一等極日大受賞を受けた時にも祝賀会を開催した。江藤が政界を引退した後も、元厚田派は江藤を地元に招いて、慰労会を開いている。1995年10月、記者会見の席で村山首相が、韓国併合条約は、当時の国際関係等の歴史的事情の中で、法的に有効に締結され、実施されたものと、 政府見解を述べたことについて記者から質問を受けた、江藤は、これからは雑談。記事にする話ではないし、メモも取らないでほしい。若い皆さんの参考のためにお話ししようと切り出し、条約は法的に有効だった、植民地時代、日本はいいこともしたなどと述べた。これは、名前を伏せたとしても、記事にはしないという形のオフレコであったが、会員制月刊誌 選択が江藤の名前を伏せた形で、蓋された暴言職閣僚の暴言の中身と大使混乱の内容を報じた。さらに、韓国の東亜日報が江藤長官が暴言と江藤を名指しで報道したことにより、国際問題に発展する。これを受けて、国内の報道各社にオフレコ解除を求められた江藤は拒否して争う構えを見せたものの、批判は高まり、さらに、 オウム真理教事件を契機に提出されていた宗教法人法改正の審議にも支障をきたしかねないことから長官辞任を余儀なくされた。植民地発言と同じ頃、沖縄県知事の大田正秀によるアメリカ軍用地強制使用手続きの代理署名拒否問題が起こった際、防衛施設庁長,長官の宝珠山昇が、 オフレコで首相の村山富市を頭が悪いと批判して辞任するなど、メディアがオフレコを報じるべきか報じないべきかをめぐり、その場にいた記者が、江藤のここから先はオフレコでという発言を認めていながら、オフレコの内容を報道したことと合わせて、当時論争になった。なお、江藤は2021年8月現在、中国、韓国に歴史認識をめぐる発言を追求されて辞任した。 最後の閣僚である。またその後の2003年7月12日に福井市内で行った講演においても日本の過去の戦争が全て正しかったわけではないとしつつ侵略戦争だったと頭を下げて自分の国が悪いように言ってきたとして日本の歴代首相が謝罪を行ってきたことを批判した。1910年の韓国併合条約については 両国が調印して、国連が無条件で承認したと発言し、1937年の南京事件についても、南京大虐殺が30万人などというのは、でっち上げの嘘っぱちと主張した。江藤のこれらの発言に対し中間両国や野党は、反発した。ありがとうございます。